ナーシル・ウッディーン・マフムード・シャーは、北インドのデリー・スルター・アーガーサ、奴隷王朝の、第八代君主。父は、第三代君主のシャムス・ディーン・イル・トゥトト・ミッシュ。1246年6月、ナーシル・ディーン・マフムード・シャーは老い、アラー・ウッディーン・マスード・シャーの背後、トルコ系貴族で、チェハルガーニーの一人バルバンラによって擁立され、同月12日に即位した。 彼が衰退された理由としては、バフラー1における前世によるものだ、と後世の歴史家フィリシュタは語っている。バルバンは、マフムードシャーの父イルトゥトゥミッシュの没後に頭角を表した人物であるが、野心家であった、彼は、摂政として、政権内の組織を着々と手中に収めるとともに、自身の立場を固めていった。また、1249年に、マフムードシャーは、 バルバンの娘と結婚し、その知性はバルバンの影響力がさらに増すところとなった。彼はバルバンにウルグハーン・アーザムの称号を与えるとともに国軍の指揮官にも任命した。とはいえ、1253年にマフムードシャーはバルバンに匹敵する強力なインド人貴族イマードティーン・ライハーンの助力を得てバルバンを宮廷から排除し、 デリーから彼のナラダウルのイクターに追いやった。トルコ人に変えてヒトルコ系の人材に行政を委ねる形となった。だが、1254年になり、トルコ警視官らが反乱を起こして、デリーを包囲すると、バルバンは自身のイクターからデリーに戻った。彼は政権復帰の交渉を行って復帰し、ライハーンは自身のバダーユーンのイクターに追いやられた。翌百五十五年、 ライハーンは殺害された。その上、バルバンはマフムードシャーに対し、王族を象徴する白い日傘といった王の所持品を渡すよう命じた。そのため、バルバンは貴族の一人に過ぎないながらも全権を掌握し、マフムードシャーを区物として国政を牛耳った。マフムードシャーは何もなせないまま、1266年にデリーで死去した。 バルバンによって毒殺されたのだという、死死がなかったため、隕石関係にあった摂政である、バルバンが王いを継承した。ありがとうございます。